いやちょっと小腹が空いたなと思って、何でもいいやと思って寄った蕎麦屋さんがめっちゃ美味しかった。考えてみれば先週も蕎麦食べたんですけど、いや今日のところはおすすめですね。看板見ると土曜と日曜しか営業しないみたいで、11時から16時なくなり次第終了だそうです。いいとこ見つけた。見つけたというか、あることは昔から知ってたんですけど、寄ったことなかったんですが、また来よう。なんか機会があったらまた来よう、というか機会を作って来よう。さて私は今どこを目指しているんでしょうか。羅漢高原を目指しています。羅漢高原もですね、いちいち寄らないんですよ、近いと。だから行ったことないんですね。でこの間から羅漢もう羅漢祭りですよ。ちなみにこの羅漢という意味は、修行によって、全て煩悩を、消し去った人、消し去った修行僧が羅漢と呼ばれるようになるんだそうです。煩悩だらけの松茸ライダーはですね、自然と足が向くのかもしれません。前はお空寒山、先週は五百羅漢、そして今日は羅漢高原。もうどんだけ羅漢やねんっていう話ですよね。なんか雲行きが怪しくなってきましたね。さすが山って感じですけど、もうちょっと上の方に道があるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。行けるこれ。これは、あ、ここで終わり。歩きならいけるんですね。おお、戻りは景色がいい。ちょっとあっちにも道があったんで、もう一個もちょっとチャレンジしてみましょうか。あれ、ここも行き止まり？行けるのかな？行っていいのかな？どうなんだ？ちょっと通れるぞ。駐車場。あ、行き止まり。いやーでもここ絶景だな。これは道あるんか、これ。あ、戻ったんだね。あれ違うな、これ。また違うとこ来たな、これ。牛、怖っ。あっちが頂上なんか。サンバのリズムを知ってるかい？ほほほいほほほいほほほいほい。果たして煩悩はなくなったんでしょうか。
煩悩ライダー松茸。職場で聞いた落ちない岩、道の途中に突然現れたんで、いきなりこっからの映像になっちゃいました。うわすごいな。なんで落ちんのって感じや。重なっていた大岩が大音響とともに下の道に落ちた岩が道を塞いだので、翌日神父が何十人も集まって取り除こうとして来てみると、岩は元通り上に上がっていた。ありえん、そんなバカな。道の途中で突然現れたんでびっくりしましたね。散々走ったことがある道なのに今まで知りませんでした。今日はこのぐらいで帰ろうと思います。ちょっと帰ろうと思ったんですが、ちらっと見えたんでそこだけ寄って帰りましょうか。しかしどうやって行くんかな。あ、これかな。さっきね、ひまわり畑っていうところを行ったんですけど、全然だったんです。あ、こっちの方がすごい、すごいひまわり。もう帰ろうかなと思ったんですけど、最初に行ったひまわり畑より綺麗に咲いてるひまわり畑があったんで寄ってみました。今度こそ帰ります。